ウィラポン・ナコンドゥアン・プロモーションは、太陽国の元ムエタイ選手、元プロボクサー。本名は、ティーラポン・サーラ・アングラーン。ムエタイで3階級制覇の後、国際式ボクシングへ転向。わずか4戦目で、WBA 世界バンタム級王座を獲得。その後は、WBC 世界バンタム級王座を14度、防衛した。太陽国ナコン・ラーチャ・シーマーン生まれ。 サラブリー犬育ち。表情を全く変えずに強打を放つところからデスマスクとの異名を持つ。タイで普通に使われるニックネームはポン。なお、ナコンルアンプロモーションはスポンサーの映画会社の名前である。ウィラポンサハプロムは彼がキャリアの初期において使っていたリングネームで2009年3月より再び使用している。花しい成功を収めても自分に厳しく。 日々の練習や節制を決して怠らなかったことから、彼の姿勢を模範とするボクサーも多い。世界チャンピオンとなった後もジムの隣に一軒を借りて、家族や多くの練習生と共に過ごした。達吉上一郎を二度に渡ってこ、また西岡俊明の挑戦を四度退けたことから、長く日本ボクシング界の宿敵と目されていた。無得選手として、ジュニアフライ級、フライ級、 ジュニアバンタム級の3階級でラジャダムナン、スタジアム認定タイトルを獲得。ムエタイ3階級制覇という実績を引っ下げ、1994年12月5日、太陽国、ロンタブリー県にて国際式デビューを果たす。そのデビュー戦で、ジョエル・フニョー3階 TKO で下し、WBC インターナショナルスーパーフライ級王座を獲得した。翌年の月日には、 同王座の初防衛に成功している。1995年9月17日、デビュー4戦目で世界初挑戦。ダオルンチュワタナとの同国人対決を行い、判定決着となった結果はスプリットとジャッジ2人が、割れたが2者がウィラポンを支持したため僅差の判定を制し、WBA 世界バンタム級王座を獲得。またこの勝利により、戦作ムアンスリンに次ぐ4戦目での世界。 王座ダッシュ記録を達成した。1996年1月28日、カンチャナブリーにて初防衛戦で、元 WBC 世界、スーパーフライ級王者、ナナコナルと対戦。初回に、左フックでダウンを奪ったものの、続く2回に逆襲にあい、最後はカウンターをもらいギャンバスに崩れ落ち必死の、覚悟で立ち上がるも、足がふらついているのを見たレフリーが試合を止めた2回。 TKO 負けで4ヶ月で王座から陥落した。WBA 王座陥落後は再び世界を目指すためにおよそ3年間キャリアを積みタイトル戦などはなかったものの16連勝を果たし勢いそのまま2度目の世界戦を行うこととなる。1998年12月29日、日本のリングに初登場。大阪市中央体育館で WBC 世界バンタム級王者、 辰吉ヨ一郎に挑戦。6回小勝ちを収め、世界大阪入り先を果たした。1999年5月21日、大佐ラブリー県ナショナルスタジアムにて、マウロブランコと対戦。5回小勝ちで、初防衛に成功した。1999年8月29日、2度目の防衛戦。大阪府大阪市西区にある大阪ドームで辰吉と再戦。 序盤から一方的に試合を支配していき、7回 TKO で全王者を返り討ちにした。2000年6月25日、3度目の日本での試合、当時日本プロボクシング界最大のホープと称されていた西岡俊明と対戦し、12回判定勝ち。その後、西岡とは3度対戦した。2001年9月1日の対戦では、序盤苦戦するものの、終盤、 右ストレート有効に決めて、試合のペースを掴み返して、引き分けに持ち込んだ。2003年10月4日の対戦では、挑戦者 B 機とも捉えられる判定もある中で、引き分けた。さらに、2004年3月6日にも対戦し、12回判定で、勝利している。なお、いずれの試合も、日本で行われた。達吉との再戦並びに西岡との4度の対戦を、 含め、実に14度の王座防衛を果たしバンタム級最多、防衛記録を誇るオルランドカニザレスに次ぐに遺体の記録をマークした。2005年4月16日、日本武道館で行われた15度目の防衛戦で、長谷川穂積に12回判定負けを喫し、6年3ヶ月以上保持してきた王座を失った。王座陥落後は、ノンタイトル戦で5連勝し、 2006年3月25日、11ヶ月前の雪辱と王座奪還をかけ、長谷川穂積と兵庫県神戸市中央区にあるワールド記念ホールで再戦した。序盤から長谷川のスピードについていけずれ姿勢に立たされたが、それでも7.8回には必死の攻めで反撃に転じた。しかし、第9ラウンド開始直後、強烈な右フックをカウンターで受けダウン。 立ち上がろうとしたものの、レフェリーストップにより、自身二度目の小巻きを喫した。なお、日本での試合は、これが八度目であった。長谷川戦後は引退も囁かれたが、8月に、タイのパトゥムターニー県で、ノンタイトル戦を行い、3回 TK を勝ち。以降も、長谷川への再挑戦を目指して、連勝を続け、アブコバンタム級王座も獲得し、5人の、 日本人選手とも拳を交え最終的に世界ランキングが上昇しついには WBC バンタム級1位にまでたどり着いた。2008年6月12日母国で WBC 世界バンタム級2位 BC マリンガとの挑戦者決定戦に臨んだ。しかし年齢から来る衰えも隠せず3回にマリンガにダウンを奪われた末4回マリンガのアッパーがまとまり レフェリーストップ。TKO に敗れ挑戦権を逃す。試合の翌々日に現役引退を表明。その後、トレーナーとして世界ランカーナパーポンキャッキ作長ャイ、後に世界王者になるスリアンソールンビサイパイパロープ、ゴーキャットジムテッパリスゴーキャットジムといった選手の育成に力を入れていたが、2009年3月に引退を撤回。20日に再起戦を行い、 3回小勝ちを収めた。その後は国内戦を主に4試合行った。2010年4月23日、ビッキータフミル戦で2回 TKO 勝ちで勝利した試合を最後に引退し、将来的には自分のジムを持ちたいと話していて、今はレストランを経営し、好評を博している。ありがとうございます。